岸田正樹12月1日1961年6月3日は、日本の実業家、政治家、元衆議院議員、元菊屋百貨店主、元衆議院議員、岸田文武の父、元広島県知事、宮沢博士の学府、元科学技術庁長,長官、伊するぎみは妻、和子のいとこ、衆議院議員、岸田文雄、衆議院議員、 宮沢陽一などは孫。広島県出身。岸田育太郎の長男。西、志和高等小学校卒業。大正2年、広島県立広島商業学校卒業。高尚時代の同級生に、大木厚夫がいる。長崎高等商業学校、京都帝国大学法学部卒業。在学中の1922年高等文館試験、行政科合格。 仙台経営の貸し屋業を継ぎ1933年、菊屋百貨店を創立。大連及び法店で不動産業や百貨店経営に従事。1928年に衆議院議員となって以後6期連続当選。その間第一次、この江内閣の海軍参与官、小磯内閣の海軍政務次官、翌山政治会国防委員長、自由党総務等を歴任した。戦後、 公職追放。追放解除後の1953年に衆議院議員に当選。第2子に復帰し一期務めたほか、菊谷昭司社長、温田マンション社長を歴任。宗教は新州。趣味は、定級、乗馬。本席は、広島県鴨郡西芝村。住所は、広島市段原町。東京、千駄ヶ谷の穏やかだにあった。 岸田の邸宅は白亜の洋館で温田マンションと呼ばれた。これは東京でマンションと呼ばれた初めての建物であった。1953年の総選挙での当選後、吉田主首相から文部大臣か国務大臣への就任を打診されるも、辞退し、財界からの要望を受け保守同士内紛の停止及び安定政権確立のため連携工作に携わった。ありがとうございます。